上越火力発電所1号機は東北電力の最も新しい火力発電所で、最大出力は57万2000キロワット。一般家庭およそ80万世帯分の電力を賄っています。大規模な定期点検は3月から実施されていて、ガスタービンローターを格納する様子や設備の分解点検が先週公開されました。すべての機器の分解点検を実施しております。それによりまして設備の信頼性を確保して、夏場の供給力として安定的に営業運転をするために6月28日のにですね、点検を終了する予定で実施しております。東北電力は部品の摩耗や経年劣化などを確認し、必要に応じて交換することにしています。